蓋をした方がいいわ。このまま1分。料理が好きなのね。偉いわ。これサニーサイドアップ占い。うまく焼けた時いいことがある。へえ、それでターンオーバーじゃないのね。でも料理のコツは食べてくれる人のことを考えること。これお母さん、うん、綺麗な人ね。ねえ、さっきの鼻歌元素記号でしょ。トリウム、プロタークチニウム、ウラン、ネプツニウム、プルトニウム、アメリシウム、アメリシウム、キュリウム、キュリウム、キュリウム、そう、キュリウム。あ、これちょっといい？うん、女の子はね、いつも綺麗でいなくちゃ。あ、焦げちゃう。あ、待って。よいしょ。できた。ありがとう。はい。よくできました。いい？リキッドは東欧にいる。目的はビッグボスの遺体。なんだって？一体何のために？ビッグボスの遺体は即へ介入するための最後の鍵なの。鍵となっているのはビッグボスの遺伝子コードと生体情報よ。それがなければシステムへの介入はできない。じゃあこれまでは、今までは、一度目の発動はリキッドの DNA チップから遺伝子コードのみが使われた。二度目の発動にはスネークの血液から取り出した
DNA コードとセーター情報が使われた。代用が効くなら、なぜオリジナルの遺伝子が必要なんだ。リキッドの遺伝子配列も、スネーク、あなたの遺伝子配列も、オリジナルのビッグボスとは 100% 一致しないの。一致しない。クローン化の際に埋め込まれたマーカー、卵細胞内ミトコンドリアの DNA 混入、意図的に改ざんされたターミネーター遺伝子、科学的に言うとあなたもリキッドも限りなくビッグボスに近い別人よ。別人？それがリキッドの言っていた言葉の意味。ソリダスが作られたのはそのためよ。だが奴は死んだ。よく聞いて、ここからが本題なの。システムを管理している AI には攻勢の強い高度な IDS が使われている。ネットワーク内を循環する命令データを特有の高度で検知しているの。これに適合しないデータは異物として処理される。白血球に殺されるウイルスのように。そしてこの認証プログラムには私が関与したボックスダイの遺伝子特定プログラムが使われているの。鍵となるコードが完全に一致した場合のみ、ホストの命令が正常に動作するようにできている。でも、もし不正侵入の疑いが出た場合、その遺伝子コードはシステム内のブラックリストに登録され、以後その遺伝子コードでのアクセスは弾かれてしまう。だから代用を使う場合は実験のたびにアクセス用の遺伝子コードを変える必要があるの。つまり中東や南米のアクセスはお試しだったわけだ。しかし驚いたな。スネークとビッグボスの遺伝情報が同じじゃない。正確な意味で言うとリキッドとも遺伝情報は同じじゃないわ。モセス事件でボックスダイがリキッドにだけ聞いた。あなたに発症しなかった理由はそこにある。つまりもしリキッドがオリジナルであるビッグボスの遺伝情報を使った場合、彼はシステムを完全な支配下に置くことができてしまう。待ってくれ。ビッグボスのコードだけではダメなんだろう。同時にビッグボスの生体情報も必要なはずだ。そうだよ。彼はすでに死んでいる。いいえ、彼は生きている。ビッグボスが生きてる？肉体、いえ、ビッグボスの細胞は生きている。そんなバカな。機械につながれた二度と動くことのない脳死体としてね。リキッドはビッグボスの体を手すでに東欧へ向かっているわ。最初から彼は南米の実験もうまくいくとは考えていなかった。東欧だって？
彼を入手したらリキッドは最終行動に出るつもりよ。今度こそシステムを奪うつもりだな。そう、その前に阻止しないと。システムは完全に掌握されてしまう。AT セキュリティ、つまり愛国者たち。こんなことがまだ続いているなんて。戦争経済のおかげで開発競争は激化している。うん、 PMC だけじゃない。軍需産業に関わる企業もモラルを失う一方だ。そしてその悪に無邪気なまでに手を貸しているのが僕ら科学者だ。チャックを直せる？どうだろう。サニー、ちょっといい？ダメよ、ここでは直せない。え、どういうこと？これを見て。人工血液は透析しないといけない。でもここにはその設備がない。透析？傷の治療も重要だけど、それまで持たない。透析って腎臓透析のようなもの？そうよ。彼の血はホワイトブラッドと言われた旧世代の軍事用人工血液なの。一定時間使用したら透析して血液をろ過しないといけない。彼は今自家中毒に陥っている。リキッドたちが向かった。そこに俺を助けたマッドナー博士がいる。マッドナー博士なら聞いたことがある。世界的なサイバネティックスの専門家。アングラだけど好都合ね。とにかく東欧へ向かいましょう。急いだ方がいいわ。キャンベルに連絡して空港の手配をしてもらおう。スネーク、どこへ？もうすぐ俺は毒を撒き散らすようになる。タバコなんて可愛いもんだろ。ダメ。
機内は禁煙です。